はい、今日は4月号のかなの、漢字の書き方を説明していきますね。1,2,3,4 とこういうふうに書いていきます。この部分だけちょっとずっと漢字の部分だけ書いていくので、命ですね、まっすぐになります。そして次は気力ですね。気力ってあった時には、気力はまあ一息でこういうふうに書かれた方がいいと思います。気力、いささかですね。耳を書いてこういうタッチで書いていきます。こうですね。直し、まあ簡単ですけど、直しとこうつなげていきますですね。で、道っていう字、これ口書いて L 書いてトン、そしてこれが道です。で、縦横に、これが行人、糸編になって行人弁からの縦ですね。そして横、踏み手ですね。こう来て水書いてからの火ですね。で、今回は漢字の書き方だけ書いてます。皆さんこう参考にされてしてくださいね。漢字の書き方だけリズムよくテンポよく書いてますので、こうですね。まあ、キード O までですね。とですね。これは、あぶみずり、あぶみと言います。あぶみですね。金辺書いて、登るです。金辺に登ると書いてます。こうですね。登る。するは手辺書いて、周ですね。習うという字を。で、白石ですね。リズムよく、白石のぐらいまで一息で書かれることをおすすめします。ここまで来るともう白まで行くと、こういう感じでリズムよく次に繋がる感じで書くようにしてみてください。はい、以上です。はい、じゃあ一通りこれは書いてみますのでご覧になってください。何にてもですね、こう来て当たります。こうでリズムよくここまで来ます。ここまで。で、まあ隅足すんだったら足してください。こうですね。引きつける、引きつけ変えるですね。変える、こんな感じになります。で、離れは筆順だけね、しっかり覚えて書くようにしてください。少し上げます。オーバーですね。皆さんもう少しゆっくりでもいいですけど、これぐらいのリズムで書けるように覚えるようにしてください。恋しき人に、わかる、ルルと、指令ですね。はい、こんな感じに、こうですね、指を使って書くようにしてみてください。